半道寺は、滋賀県高架市にある、天台宗寺院。三号は、近畿山。元は、なんとと、関係深い山岳寺院として、半道山の山上に成立し、中世から近世にかけては、有力修験寺院であった。明治維新に最新一端廃寺となり、明治25年、北六の三大寺に所在した、天台宗本学院が、 その事業と法刀を継承した。これが、現在の半導寺である。しがらき具跡を見下ろす半導山の山上には、現在も、その寺坊跡が広範囲に残るほか、かつて道山の鎮守として祀られた半導神社が、現存する。滋賀県甲賀市の半導山がそびえている。山上に鎮座する半導神社の祭神として、穀物神の宇神玉神及び、 弁祭典を集合する半導権元が挙げられていること、半導山を水源とする水への民族信仰が伝わることから、山六住民による分水信仰があったことが伺われる。また、しがらき愚の造営や、奈良東大時代仏殿の修福に際して、しがらき蕎さんの木材が用いられたことにちなみ、半導権元を、しがらき蕎の森林支配の神とする国家の承認が、 あったと見られている。こうした背景により、半道山にあった半道神社及び、半道山は重要な修験道の霊場であり、山岳仏教の道場としての色彩をも帯びていた。山上に残る僧帽跡には、高野山中高と言われ、慶長十三年にこの地で没した菊井、王吾の墓がある。半道寺は、半道神社の神宮寺で、半道寺古縁儀や、 幸福時間無長書、半導寺縁起などの古記録、縁起類は縁の行者によって回帰され、和道七年に安高氏により中興されたと伝えるが、史実としての起源は定かではなく、死柄木偶戦とや半導神社が深海を得たことなどをきっかけに集まってきた乳母族や寂味のような三輪修行者や根性寺に関係する僧侶の働きによるものと考えられている。 南北長期には山上に、半道寺城なる城郭が築かれ、県武四年には、佐々木道与に従う、山中道都市、山中頼都市、柏木玄蔵人らが群中を行った。中世から近世初期にかけては、半道山における、主験道の前世紀であり、天正九年には、小田信長、津田信須が入山し、 同年11月27日には信長から寺寮を安堵されている。室町時代初期には、僧坊58境を数え、江戸時代初期にもなお55境を算し、近隣の宮町村に200国の寺寮があった。しかしながら、享法19年には、梅本院、岩本院の2つの院の他には、重僧もなくなり、衰退を示しつつあった。 明治時代を迎えて、神仏分離がなされると、廃寺となったが、後に、滋賀県甲賀群港口村の天台宗寺院、本学院により再行された。本学院の前身と見られる寺院は、遠方7年の県知町に見られる、不原院宝持坊と見られ、教法11年付の古文書に、山王権現の写僧として、本学院の名が見られることから、この間に解消したと見られる。 神仏分離に伴い、別当職から退いたが、村内にあった、上福寺という尊道が廃寺となった折に、その本尊を受け継いだ。1892年、本学院は、五金木山半導寺に改め、近世以前の半導寺の宝塔を継いだ。半導寺の平安時代から、鎌倉時代後期にかけての状況は明らかになって、いないが、 半道神社像の掛け仏の本事物に、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来が圧倒的に多いことが知られている。鎌倉時代後期以降には、熊野散々との関係が深まり、加減年間には、熊野の創業藩が熊野主言を伝えたとされ、欧米31年付の熊野本宮の古文書によれば、 半道寺先達の立ち喜びが、三雲村の熊野公主と十五名を引き連れて、熊野散々に参拝したと伝えている。室町時代以降の半道寺、特に、梅本院、岩本院の二つの棒は、東山派主元聖大先達三十六家事の一つに、数えられる有力寺院であり、諸国の東山派山伏を支配した。大峰山。 腰の塾の書道の管理権限を、明治初年の神仏分離まで掌握し続けただけでなく、これら任から、大峰山入部を果たした諸国の山伏に発行した、武人状は、北は、道の区国から、南は、日向国まで、日本全国に及んでいる。また、熊野新宮の本願書である、新宮安守令公案には、天文18年に、 当時水本棒の吉成棒広盛が本願となって、いたのを早い時期の例とし、A69 年に、梅本院の大選脱行鎮が入事して、以来、17世紀の初頭まで、梅本院から安守が迎えられるようになる。そして、梅本院出身の安守は、新宮安守の事業力を充実させ、評価を高から締めたことにより、天正3年には、 織田信長による焼き討ちによる被害から比叡山、延暦寺を再建する事業を委託されている。かかる半道寺の誠意は、徳川家康が、慶長8年に、修験道ハットを制定するにあたり、洗礼に通じた寺院の一つとして召喚されるほどに、評価されていた。こうした勢力は、半道山山六の山伏たちによって支えられ、 彼らは入部修行を行うだけでなく、伊豆国、島の国から、土佐国、巣王国までの広い範囲で、旦那巡るに努め、紀内金国の有力寺院の勧進を受け負って、拝察を行った。半道山主源に勧進を受け負わせた寺社には、あたご神社、伏見稲荷、大社、多賀大社、石山寺、畜武島、法岩尾寺、金剛正寺などがある。また、 半導体の山伏は、排札に際して、万金丹、もぐさ、心境お腹薬などの薬を配っていることから、甲賀群の配置培薬の起源とみなされている。いずれも、休場福祉の伝来である。ありがとうございます。